こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。南シナ海や尖閣海域で活動を強める中国。スカボロー礁沖合での原子力潜水艦爆発なんて誤報も流れる昨今。情報の拡散なども広がる。尖閣諸島の海域ではどんなことが起きているのか知っているだろうか？それは想像を超えるほどの任務が行われる状況にある息を潜めて、任務にあたる海上自衛隊、潜水艦の役割と今後の防衛力強化が一段と必要とされる。その前に、こんな出来事があったことを知っているだろうか。それは、尖閣諸島で、急浮上とともに国旗を掲げた、原子力潜水艦が現れたことを。2018年1月10日から12日にかけて、沖縄県の宮古島近くの日本領海への接続水域において中国海軍の潜水艦があわや領海侵犯かという事態を引き起こした。この潜水艦は中国海軍の最新鋭艦である小級 093B 型原子力潜水艦とみられ、海上自衛隊の対潜哨戒網に探知され、尖閣諸島近くの公海上で浮上し、中国の国旗を掲揚した。小級 093B 型原子力潜水艦は攻撃型の潜水艦で、全長が107メートル、排水量が6000トン、最大速力が30ノットの初限となっている。この潜水艦の行動については、中国寄りの見解では、尖閣諸島周辺を自国の勢力圏内だと誇示するいわば、デモンストレーションだとする主張も飛び交った。しかし、潜水艦という兵器の特性上、海面に浮上して自身の存在、位置を明らかにするという行為は、軍事上の常識からはありえない行動としか言いようがない。日本の防衛省の発表によれば、1月10日に海上自衛隊の護衛艦と P-3C 追戦哨戒機が同潜水艦を捕捉し、その後2日間にわたってその追尾を実施したという。同潜水艦はその追尾を受け、1月12日の午後に、沖縄県の尖閣諸島の北西方向にあたる公海上に姿を現し、中国国旗を掲げる行動を見せたとされている。潜水艦の浮上理由については、中国側からの正式な発表は、何もなされておらず、推測の域を出ないものの、海上自衛隊からの追尾行動によって浮上を余儀なくされたものと思われる。日本の海上自衛隊では、国内の核アレルギーの影響もあり、原子力潜水艦を保有しておらず、通常動力型の潜水艦のみが就役している。原子力潜水艦の最大の利点の一つが、大気を水上に出て、取り入れる必要がないことで、これにより連続した長時間の潜航行動が可能となっている。今回の中国海軍の潜水艦の取った浮上行動とは、その秘匿性をかなぐり捨てる行為に他ならず、海上自衛隊の執拗な追尾に危機感を抱いた結果と考えられている。海中での索敵に使用されるのは、ソナーと呼ばれる水中音を探知するレーダーのようなもので、パッシブソナーとアクティブソナーの2種類がある。前者のパッシブソナーは、
感染が発生させる音、スクリュー音やエンジン音などを直接探知するもので、感染ごとに固有のボンボンとして識別が可能だ。後者のアクティブソナーは、自分の側から敵に対して超音波を発し、その跳ね返りを拾って探知する仕組みとなっている。今回、中国海軍の潜水艦に対し海上自衛隊の護衛艦は、アクティブソナーを用いて、その位置と存在を探知し複数回の警告を行ったとされている。この警告を無視し、仮に日本の領海へと侵犯することがあれば、国際法上の無害通行権は適用されないため、最悪の場合、撃沈されても文句が言えない状態だった。中国の潜水艦の行動は、海上自衛隊の潜水艦を探知していたが、自身の位置を秘匿するために水上の護衛艦が、アクティブソナーを用いたと推測されている。そして、このアクティブソナーによって、行動をすべて把握された。中国海軍の潜水艦は、そのまま潜航を続けることができないと判断し浮上したものと考えられている。そもそも、海上自衛隊は、すでに日本の領海防衛のための探索網を張り巡らしており、中国海軍潜水艦の行動は逐次把握、報告されていたと見られている。その詳細は、一級の防衛機密のためつまびらかではないが、先のボンボンの解析によって、艦ごとの単位で把握しており、海上自衛隊の対潜能力が世界一とも言われるゆえんだ。アメリカ海軍の情報部によれば、2015年時点で中国海軍は少なくとも通常動力型潜水艦を57隻、原子力推進型の潜水艦を5隻の計62隻を収益させている。その中で今回の小級 093B 型原子力潜水艦は比較的に中国大陸から離れた地域において行動しており、最新の対艦ミサイルを実装しているとめされている。さらに、新型の対地ミサイルを搭載すれば、アメリカの太平洋におけるグアム、ハワイの基地を攻撃可能な能力を有することになるとも見られている。こうした能力を持った潜水艦の動きを察知し、公海上へと浮上せざるを得ない状態にまで追い込んだことは、数的には劣勢な海上自衛隊の質の高さの証明ともなった。今回、自らの存在は秘匿したまま中国潜水艦の動きを注視していたとされる海上自衛隊の潜水艦。さらに、双竜型の最新鋭艦は、電池をリチウム電池に改良し、充電時間も短縮。これによって、大幅に能力を向上させた通常動力型として最良の艦となることが予想されている。また、船体もよりステルス性の高い仕様となると見られ、これまで以上の秘匿性能を有するものと期待されている。海中での静かなる戦いは質の日本、数の中国のせめぎ合いが続く中でも、現時点では、日本がリードしている状況と見てよいだろう。
こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。まだまだ性能という部分では分かっていないが、日本の潜水艦技術には到底及ばないのはすぐに理解できるだろう。最新鋭潜水艦にはリチウムイオン電池が装備され、機動力まで手に入れているのが現実だ。本当の意味で大変なのはこれからだ。島山康正宏とサン・アン・チャンホが本格的な任務開始から、本来の潜水艦の意味が出てくるだろう。韓国軍がどこまで潜水艦部隊を編成できるか未知数だ。期待半分。と言うべきか、技術レベルで言うのはこれからだろうが。しかし、時代はもっと革新的な技術が必要となってきてる。戦略的な戦術とともに装備する方向性までも違ってくる。どこへ向かうのかはまだこれから。それでは、進水式を見ていこう。韓国海軍のトサン・アン・チャンホは、2018年に進水し2022年に、収益を目指している。韓国にとって初となった自国建造であり、通常動力型としては、最大級とも言える規模の潜水艦だ。それまでの韓国海軍は、ドイツ製の209型潜水艦を輸入することから始め、自国内組み立て、自国内ライセンス生産を経て、潜水艦建造に必要なノウハウを蓄積し、この艦の建造に至った。トサン・アン・チャンホの特徴は、通常動力型潜水艦としては、大きな水中排水量と、攻撃型潜水艦という分類にとまらず、戦略的な用途にも、使用可能な垂直発射装置 VLS を備えている点だろう。これは第二次世界大戦後にも長い期間をかけて独自の潜水艦建造を行ってきた日本の潜水艦と比較しても、数値上のスペックからは未知の領域と言える分野に踏み込んだものだ。島山康正宏とサン・アン・チャンホは全長が 83.5メートル、全幅が 9.6メートル、水中排水量3705トンであり、これに続く2番艦、3番艦は敵時間用を拡大していく方式で建造が進められている。ちなみに、海上自衛隊の最新型双流型潜水艦は、全長が 84.0メートル、全幅が 9.1 メートル、水中排水量4200トンであり、ほぼ同サイズと見て差し支えないと言えるだろう。この、双流型とほぼ同サイズにもかかわらず、VLS を6機搭載した。トサン・アン・チャンホは、通常動力型としては比較的大規模が言え、かなり強引に兵装を押し込んだ印象を受ける。前述のように拡大が予定されているトサン・アン・チャンホの2番艦以降には、さらに垂直発射装置 VLS を増設、計10機が搭載される計画であり、かつ原子力推進機関の採用も囁かれている。初の潜水艦自国建造から、さすがに原子力推進型までの飛躍は少し、眉唾者だとも思えるが、そもそも自国建造とは言うものの、完全な国産の潜水艦と言い切れない要素も多い。まず、設計そのものが韓国内で行われたことは事実であるとはいえ、内実は依頼したイギリスの企業が韓国内に事務所を設置してそこで設計したというのが正確な表現だ。また、トサン・アン・チャンホに搭載される電子機器類も、ソナーを
はじめとして、機関部のほとんどがヨーロッパ製品の輸入及びライセンス生産であり、純国産とは言い難いのも実情だと言える。しかし、トサヌアンチャンホはこうした外国製品の導入コストもかさみ、建造コストはビューに830億円を超過し、そう、旧型最新艦の東流の約690億円と比較しても、高額となっている。ただし、トサヌアンチャンホは、鉛製の蓄電池と燃料電池を併用した、非待機依存型システム機関を搭載しており、欧流以降のようなリチウムイオンバッテリー搭載艦ではない。それでも、スペック上の水中速度は、時速20ノット以上だと言われており、この点については、双流型と比較しても、遜色のない速度を、実現していると言えるだろう。トサヌアンチャンホは前日のように、垂直発射装置 VLS を6機実装しており、これは、巡航ミサイルだけでなく弾道ミサイルにも対応可能なことから、戦略兵器としても位置づけられている。ここで疑問となるのは、一体、どこの国を仮想敵国に設定して、こうした戦略潜水艦の運用を想定しているのかという根本的な問題であろう。韓国が直面する目下の仮想敵国といえば、もちろん北朝鮮なのだが、その北朝鮮は、総隻数こそ、70隻近い潜水艦、潜水艇を保有してはいるが、どれも旧式であり、韓国の優位は揺るいでいない。そもそも、北朝鮮の潜水艦、潜水艇に対応することを第一に考えた場合、何も戦略的に弾道ミサイルまで潜水艦に装備する必要はなく、通常の魚雷で十分対応可能だと思われるのだ。アメリカやロシア、近年の中国などの軍事大国であればこそ、他国の領土を先制攻撃も、しくは、報復攻撃が可能な戦略型弾道ミサイルを実装の潜水艦を配備しているのが現実だ。そのことの是非は、ともかく、直接の仮想敵国、北朝鮮は地続きの国である。韓国が、わざわざ大金をつぎ込んで、戦略型として使用可能な潜水艦を配備する必然性が見当たらない。このことから、一部には、日本に向けた攻撃力を誇示することが韓国の狙いだとする向きもあるようだが、そこまで恣意的な悪意を持っていないと思いたい。もし、仮に、こうした方向性が顕著になるのであれば、日本としては、護衛艦、出雲、加賀を航空母艦とする改修は、行いつつも、さらなる対潜哨戒用の艦艇を必要とするだろう。ただ反面、逆の見方としては、こうした無用な兵器に、韓国が予算をつぎ込んでくれている間は、そこまで日本が心配する必要はないとも言えるのかもしれない。むしろ、北朝鮮と韓国が、これまで以上に、蜜月な関係となり、その潜水艦が、北朝鮮の核兵器と結びつくことがないように監視を続けることが肝要とも言えそうだ。